今回また住宅関係の企画なんですよね。はい、伊野くんお家選びで重視することって何ですか。日当たり。日当たり結構重要視する人多くない。大家さんって意識します。大家さんは意識したことないね。会ったことないかも。家賃更新の時に下げてくれないかなって今日は大家さんに行きます。いやちょっと楽しみ、行きましょうか。フェイドアウトパターン。外観はなんかかなりレトロな昭和の頃に建てられたんじゃないかなっていう雰囲気の集合住宅ですね。よろしくお願いします。お二人で大家さんみたいな感じですか。そうですね。あ、なんかちょっと変わった特徴あるって聞いたんですけど。今息子が自分でリノベやって大家さん自ら各部屋を一つ一つ DIY してるってことなんですか。はい、そうです。それで借り手もつくように、いやすごい。ここにもなんか可愛い、はい、棚は棚のもつけました。ここみよちゃんが、はい、端材をちょっとやすって丁寧な仕事。この木材も綺麗にやすりって、こちらお住まいなんですか。そうです。もうどのくらい住んでるんですか。でも引っ越したばっかりで、よっちゃんとか不動産の方とかがすっごいあったかくて、第一印象で、あ、ここがいいって決めました。なかなか今の時代大家さんとこれだけ密接になんかコミュニケーションが取れていて、どういう会話日常ではあったりするんですか。ちょっとふざけた担当仲良ちょっと待って、ふざけてスタンプ送り合うなんて俺メンバーですらしないよ大家さんとねっていうのはなあね、珍しい感じしますよね。大家さんに案内してもらいましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらの、はい、北棟と南棟に分かれてて、はいはいはい、全部で6部屋6部屋あるんですね。あります。あ、畑があるんだ。そうなんです。なんか建物もちょっとあんまり見ない感じのちょっと色味だったりとか、なんかちょっと特徴的ですね。ここがあの建物の中心になっていて、テーブルがあってベンチがあってお茶ができるように。見てよ、あそこの共有の看板、伊能くんを探せって書いてある。俺めっちゃいないちょっと探してみて。ほぼ全部俺じゃない若干違うのが2人ぐらいいるかなって感じで、あとはほぼ俺だ。ここは大家さんの畑。そうですね。でこれは住人さんをみんなが取っていいよっていうことで、今ちょうど取り時なんで皆さんちょっと一つどうぞって。あ、お野菜のお裾分け。そうです、そうです。いい、取ってみますか。あ、いいんですか。はい、これどこ。あ、これいい、これでっかくて超いい。そうです、ね、このここのここでバチッと。あ、これいいんですか。バチッと。めっちゃそうですね。おお、ブロッコリーだ。ありがとうございます。めちゃめちゃブロッコリー。すごいね。ちっちゃな木だね、ブロッコリーって。楽しかったです。見させていただいて。ありがとうございます。集合住宅ってね、昔からあるものだけども、今は失ってきつつあるこのコミュニケーションっていうのをうまーくこう活性化するように、大家さんの仕掛けが少しずつあって、そこにやっぱり今、新たに魅力を感じている方々が集まって、素敵な場所になって、とても魅力なのだなというふうに感じました。やべえ、バドミントン超やんの久しぶりだけど。俺多分2回ぐらいしかやったことない気がする。いくよ。いいかい？どれ？あ、ごめんなさい。え？え？あ、できた。めちゃめちゃ強いじゃん。あ、できない、悔しい。続けたい。あー、もう放送できない。ありがとうございました。全然続かなかったらごめんね。